オートテストはモータースポーツ振興のために生まれた新種の競技。一定の区画にバックや180度ターンなどを含む走行タイムだけでなく運転の正確さを競う競技です。発祥の地イギリスでは年間1000回以上が開催されている大変ポピュラーな競技イベントです。日本への導入の際には四輪運転免許証所持者の自動車運転技術の向上並びに日常の安全運転に貢献するためという言葉も盛り込まれており、競技性はもちろん運転技術の向上による安全運転の普及という側面もあります。競技の格式によっては国内 B ライセンスが必要ですが、クローズド格式の場合は普通免許があれば参加できます。また格式を問わずヘルメットやグローブなどは必要ありません。普段使用している車で OK、 タイヤやシートベルトもノーマルでよく、ロールバーなどの競技用の装備も必要ありません。同乗者が助手席に乗ることができるので、親子、友達やカップルでの参加など楽しみが膨らみます。オートテストに参加することで本格的な競技に必要な国内 B ライセンスを取得する資格が得られます。モータースポーツの入門として最適です。オートテストを主催するために大切なこと、それはモータースポーツに興味があり、そして好きであること。また誰にでもそのチャンスはあります。モータースポーツは自らが参加することで楽しむというのが一般的ですが、主催者として参加者に喜んでもらえるイベントを提供したり、オフィシャルとして楽しむという方法もあります。モータースポーツの主催は通常多くのルールや手続き、そして多くの運営スタッフによって成り立っています。しかしオートテストは JAF 公認の規定を取り入れる必要があるものの、安全規定の緩和など簡単に主催できるような対策が取られています。またコース設定や進め方によっては駐車場のような敷地と少人数のスタッフで主催することができるのです。そして実際にはオートテストオーガナイザーガイドラインに沿って運営し、全国の JAF 地方本部で疑問などに対するアドバイスを受けることもできます。オートテスト開催までの流れです。最初にイベントを主催するために JAF 登録クラブを設立する必要があります。設立には国内 B ライセンスホルダーを7名以上集め JAF へ登録します。そしてクラブの登録が完了したら、オーガナイザーとしてイベントの企画をします。開催する場所の選定、運営費の試算やスタッフの確保、イベント保険の加入、また商品などの協賛スポンサー探しも重要です。次に競技会特別規則書の作成です。参加者に対し国内競技規則 4-8 にのっとって作成します。その内容は開催日程、開催場所という基本となる項目から、エントリーの方法、費用、イベントのスケジュール、特別ルールなどイベントの全体像が記載されます。企画したイベントをクローズド格式として、開催日の14日前までに JAF への届け出をします。そしてイベントの告知と参加者募集です。インターネットを使っての告知が主流ですが、広告媒体など各クラブ団体のスタイルに合わせて告知をします。この段階で特別規則書も公開します。次にコースの設定です。開催する会場の広さや参加者のレベルや人数、またオフィシャルスタッフの人数などの考慮をするほか、不測の事態を想定して観客席やオフィシャルの配置を決めるなど、特に安全に配慮したコースを設計します。イベント前日に会場にてコース設定が可能であれば、当日の運営にも時間の余裕が生まれます。設置後は実際にテスト走行をし、最終調整を行います。
そしていよいよ競技会当日を迎えます。会場の設営、競技本番や表彰式、実際のイベント運営を行います。最後に競技を完走した参加者にはライセンスの申請の受付も行います。では実際の競技会の模様を参考に主催者の1日の流れを紹介します。まず今回のタイムスケジュールです。10時30分にゲートオープン、13時に走行がスタートし、16時に全てが終了する予定です。コースレイアウトはスタートして右、左とタイトなカーブが続き、さらに大きく右へカーブし、更新が必要なガレージへ向かいます。バックで車庫入れ後はスラローム、そしてゴール。全長およそ250メートルのコースです。今回は前日にコース設定が完了しているので朝8時の集合です。まずイベント会場の設営です。スポンサーの広告の設置やコースの最終チェック、安全設備の設置などを行います。参加者用のパドックの設置も重要です。駐車場などをパドックとする場合は駐車枠がそのまま各参加者へ割り当てられます。そしてスタッフのブリーフィングを行い、注意点やスタッフの配置を確認します。今回は参加台数が多いためタイム計測は光電管を使用しますが、ストップウォッチでのタイム計測も可能です。オートテスト開催には競技会審査委員が必ず2名必要です。その他に競技を運営するオフィシャルスタッフが必要となりますが、今回のイベントを参考にその配置を見てみましょう。スタートの合図担当に1名、パイロンタッチなどを監視する審判員として2名、ゴールポイントでの合図担当1名、タイム計測担当に1名、合計5名のスタッフで運営します。配置場所はコースから十分な距離を取り、安全を確保することも重要です。朝10時30分ゲートオープン、参加者をパドックへと誘導し、その後は参加者受付へと進めます。受付では参加者へゼッケンを渡し、各自で車両へ貼ってもらいます。参加者ブリーフィングで今回の特別ルールなど詳細を参加者へ伝えます。また細かいコース解説も合わせデモラン、完熟歩行を行います。今回は練習を含め合計3回の走行を行います。本番走行は13時に1号車がスタート。 MC を起用しての実況アナウンスは競技の状況を会場全体へ伝えることができ、競技会をさらに盛り上げます。1台30秒から45秒のタイムで走り、今回の参加合計43台の1回に要した時間はおよそ45分となりました。今回は2回目もインターバルを入れずに続けてスタートします。危ない。審判員がパイロンタッチなどペナルティがあった場合にタイム計測スタッフへ報告します。パイロンの位置修正を素早く行うことで競技の進行がスムーズになります。表彰式は各クラス1位から3位までを表彰、賞品を勝者へ授与します。今回はほぼタイムスケジュール通りの進行で16時終了となりました。主催者にとってもですね、JAF、公認で、クローズド申請をして、大会を主催するんですけども、このオートテストに関してはですね、いろいろな、敷居を下げるということで、
安全規定に遵守して開催することは望ましいとか、まあ、当日参加受付もいいですとか、いろんなところが緩和されておりまして、まあ、一番大きいのは本当にヘルメットもなく装備品なく走れるというところが大きいんで、主催の方もですね、それほどかしこまって主催する必要がないというところで、まあ、やろうと思えば手軽に。で、私も3回これで主催したんですけども、コースとかやり方を考えればですね、主催者も簡単にできる、参加者も簡単に入ってこれるというところで、全くモータースポーツ知らなかった人たちがモータースポーツ遊びが少しでもできて、でその中に入ってきた人たちに対して、実際には日本のモータースポーツってこんな風に行われてるよっていうことがお伝えできれば、また上の方に行ってくれるんじゃないかなと思って、その辺のところが手軽さだと思いますね。普段なかなかね、限界というか、なかなかこうタイムを競ってなんてことはしないので、まあサーキットとかも行くは行くんですけど、ある程度こう敷居が低い感じで、ヘルメットもかぶらず、子供も参加してっていうのはなかなか面白いかなとは思いました。結構カーブとか、まあ、車高入れバックとかは全然いいんですけど、割とカーブをこうぐるんって回った時に結構遠心力で、もうなんか思わずブレーキを踏んじゃうっていうぐらい、すごいブレーキ音とかもすごい聞こえて、もう本当にこういう、多分本当に一般道とかで同じような道があった時には本当に気をつけようって言って、ぜひまた参加したいと思います。今度はいろんな人誘って参加しようと思ってます。やっぱりパイロン相手にコーナー切るとかいうのはなかなかないから楽しかったですね。自分の車の限界とかやっぱり知るには持ってこいだと思うから、やっぱり行動でも、まあ、安全運転には貢献できるんじゃないかなと思います。昔よく走った飛ばした方ですんで、山道とかですんで、まあ、正式な競技なんかもできたらとは以前から思ってたものですから、この機会に参加させていただきました。今の車でも参加できますので、地元の障害者の仲間にも参加を呼びかけて、ぜひ広めたいと思います。ご覧いただいたように、通常のモータースポーツイベントとは違い、非常に簡単なステップでオーガナイザーになれるのです。あなたもオートテストを主催してみてはいかがでしょうか。